奈良ドリームランド。奈良ドリームランドは、かつて奈良県奈良市北部に存在した遊園地である。1961年7月1日に開業し、ピーク時の1970年代には、年間150万から160万人が訪れるなど、県を代表する遊園地として人気を集めたが、娯楽の多様化などで次第に業績が低迷。 2006年8月31日に閉園した。第2次世界大戦後、奈良県での米陸軍第25不評師団令下の第64野砲大隊などの進駐が1945年9月24日より行われた。中東に際し、当地の厚生省西部国民勤労訓練所、現航空自衛隊奈良基地や、三角陸軍不評38連隊連兵場などが、 接収された。接収期間は約10年にわたり、後の奈良ドリームランドの敷地もその接収地の一部だった。開演のきっかけは、松尾国さんがアメリカのアナハイムにあるディズニーランドに感激し、ウォルトディズニーに直接面会し、日本に誘致しようとしたことだった。当初米国ディズニー社は本気に受け取っておらず、その時が来たら力になる。と回答。 しかし松尾が技術者を連れて、再び訪れたことで、松尾の熱意に打たれたウォルト・ディズニーは、ディズニーランドのノウハウ、実際には単なる遊園地経営のノウハウだったを、無償で与え、建設時にもディズニーランド側から技術者を派遣させたという。なお、この無償のノウハウ提供と技術者派遣は日本に、ディズニーランドを作る目的ではなく、あくまでも日本人が日本に、 独自の遊園地を作ることに協力するという目的であった。その後、奈良ドリームランド側はディズニーランドを名乗るためにディズニー側と交渉に臨んだが、無論ディズニー側にはそのような考えは毛頭なく、東京ディズニーランド建設の経緯からわかるように、細部にまでディズニー社のウォルトディズニーイマジニアリングがデザイン、設計にこだわりを貫き完成させるパークのみが、 ディズニーランドであり、ノウハウ提供、一部での技術協力のみで作られた、パークが、ディズニーランドを名乗ることなどはありえなかった。ならドリームランド側は、フランチャイズ契約交渉にはこぎつけたが、フィー、契約料で折り合わず、破断になったとのコメントを残しているが、米国ディズニー社側からは、契約料で破断になったという公式なアナウンスはない。日本人独自のパークを作ることを前提に、 協力したにもかかわらず、ならドリームランド側がディズニーランドを模倣し、質の低い施設を勝手に作ったことは、その後の日本版ディズニーランド誘致の大きな障害となったと言われている。東京ディズニーリゾートの運営会社であるオリエンタルランドの代表取締役会長、兼 CEO を務める加賀美敏夫は、著の中で直接名称を挙げてはいないものの、生前のウォルトディズニーが、 ならドリームランドの写真を見て激怒し、もう二度と日本人なんかと仕事するか。あいつらは絶対に信用しない。と怒鳴り散らしたという。そうした経緯から米国ディズニー社は、京成電鉄、三井不動産による日本版、ディズニーランド誘致交渉を完全拒否したため、日本版、ディズニーランドの実現は非常に困難だったと述べている。1000日、土地工業。 後の日本ドリーム観光、松尾国産代表の手によって1961年7月1日に開業した。1993年、大英が日本ドリーム観光を九州合併し、同グループのドリームパークが経営していたが、2005年11月に経営再建中の大英は非中核事業の整理の一環として、ドリームパーの経営権を不動産会社の テンラッシュに乗とした。休園日は毎週火曜日、夏、等、春休み期間は毎日営業。しかし、2002年途中からは土曜、日曜、祝日のみの営業となり、平日は休園していた、夏、等、春休み期間と、その前後は毎日営業。なお、遊園地の収益としては、末期でも夏季のプール営業だけで、 年間の営業が維持できるだけの集客力、収益力があった。跡地について、奈良市は渋滞緩和を目的とした、パークライド型の観光客向け大規模駐車場に、転用することを検討しているが、開発規制区域指定が、多重にかかっている、市外化調整区域にあり、土地利用法がかなり制限され、学校や、福祉施設などの公共施設のような開発しか、認められない。 土地の権利が分散しており、権利者からの承認を得るのが非常に困難、遊具撤去等の費用がかかるなどの理由により入札を行っても応募者が全くない状態であった。2015年11月10日、改めて購買が行われた結果、大阪市の不動産会社、SK ハウジング一社が応札し、破格の安さである最低見積もり価格の7億3000万円で落札した。ただし、 今後どのように跡地を利用するのかなど、具体的なことは全く未定である。閉園後も、施設、遊具は撤去されず、侵入者が後を絶たなかったため、地元住民や県警が安全対策として工作物を撤去するよう、要請していたが、2016年10月より、解体工事が開始された。2019年時点で、遊具はすべて取り壊されている。2004年には、 同じ奈良市にあった近鉄綾や池遊園地も閉鎖されており、奈良県内の遊園地は、生駒ま山上遊園地のみとなった。なお、ドリームランドの名前は、かつての同グループだった、ローソンの店名として、現在でも残っている。また、奈良交通のバス停の名称としても長らく残っていたが2015年4月1日に、高連砂保3丁目に解消された。 ディズニーランドを模倣したことにより、ディズニーランドと非常に似たエリア構成になっており、未来の国、幻想の国、冒険の国、過去の国、メインストリートの5つのエリア、開園時で構成されていた。また、潜水艦、大海賊、モノレールなど当時では、画期的なアトラクションを採用し人気を博した。しかし末期には、アトラクションや売店の休止、廃業が多く、 ウルトラマンタウンも閉園前に閉鎖された。施設の追加は、敷地の一部のカプリプールへの転用や、1998年開設の木造ジェットコースター、アスカが目立つ程度である。近鉄奈良駅方面から安らぎの道を北へ上り、県道奈良鴨モ線沿いにあった。交通手段として、路線バスの停留所があり、JR 近鉄奈良駅と鴨駅を結ぶバスが経由していた。なお、90年代初期までは大規模な停留所があり、現在のココスと旧フォルクスの場所、到底流暢理解しの便も存在した。末期も臨時で運行することがあった。また大規模な駐車場を完備していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。